はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエストモンスターズ3体験版、続きをやっていきたいと思います。エンドホールへつながる旅の扉を開けておい。まずは大会で G クラス優勝を目指すのじゃ。というわけでエンドールでモンスター大会があるらしいんで、そこへ行きましょうということですね。その前にもうちょっと見ておきたいのは、見ておきたいんだけど、今日はどんな用か。道具屋、あ、魔法の小瓶とか売ってんのか。50円だったら全然いいな。魔物の餌、燻製肉も売ってる。 OKOKOK、なるほどなるほど。じゃあマジックパー全然使ってっていいな。まあ、ガンガン行こうぜ。でオッケーだな。これ何屋さんだ。道具を預けるとかそういう感じかな。こいつが全部まとめてやってんのか。銀行ね。またおいで。大変だなこのじいさんも。じゃあ旅の扉に入っていきますか。ん？牧場もある。あ、牧場は預けているモンスターがいるって言ってたな。エンドール闘技場控え室、いきなりここに行くの。人がいる。コロシアム。受付さんに話しましょう。よろしくね。8つのクラス、新人一番下の G クラス、3人勝ち抜けで優勝。バトルが終わると全回復。挑戦する。 G クラス10円、いいだろう。よし。何の準備もしてないけど。対する相手はこちらもルーキー、地元では元気印のお祭り男、ケーボー。え、強そうなんだけど。特にあのなんかドラゴン種みたいなやつ。第1試合ゴーファイ。もう勝てる気がしない。スピード2倍にできます。オートにできます。まあ、スピードは2倍にしとこう。作戦、ちょっと待って、スラリンちゃんメラやってないからな。これ解除できないの。ここからだと思う。まあいいや。ドルマン、これが、お、強え。やっぱり4か。まあまあまあ、なんか見かけ倒しだな、あのドラゴンみたいなやつ。誘う踊り全体なの。まあしょうがない。いやー、なんか最初見かけでびっくりしたけど、見かけ倒しだったな。シーホースだった。ちょっと敵の名前見てなかったけど。それでは続いて第2試合ゴーファイ。しかしドルマの力見してやる。あ、うちのエースドラキー何をする。ドルマ29、つえ。あ、やばい、スライム叩きやってきた。メダパリンダンスなんて持ってる。これも全体なの。痛い。スライム集中狙いされてるけど、まあ大丈夫でしょ。あとはもうぶん殴っていくだけだ。マホトラ、これ回復するからね、結局戦い終われば。羽スライムか。荒くれ者だな。荒くれ者にふさわしい攻撃系のモンスターが揃ってる。さあさあ、いよいよ最終戦、勝利の女神はどちらのマスターに微笑むのか。それではラスト第3試合ゴーファイ。
しかしこっちにはスーパーエースドラキーがいる。まあ、いざとなればスライム本意覚えてるかね。ケトルマン27大木槌倒した。ルーカに使ってくるか。守備力減少、守備力減少マークがついてるな。ハートブレイク、何の効果かよくわからない。だがこのドルマの前にかかればモンスターも消し飛ぶ。10ヒットポイントはそんなに高くないね。敵のヒットポイント、こいつドルマに強いな。いたずらモグラ、なかなかやるじゃないか。危なげなくクリアだな。条約層、さてエンドールのイベントが終わってロザリーヒルにロザリーの塔が建てられました。人間に追われていたロザリーちゃんを助けました。ということでどこへ行けばいいんだ。次のクラスか。平原で力をつけようと。モンスターも変わってんのかな。まあ一応目的地がここになってて、挑戦する F クラス50円、半分くらいの金が持ってかれんな。しかし敵を知ってからだな。まずはよし、敵の強さを知って己を鍛える、まあ、いきなり言ったら多分勝てないだろうとは思うけど。うん、ベビーパンサー連れてんな。それでは第1試合ゴーファイ。ベビーパンサーの攻撃力がどれだけあるかだな。スライム釣り、フェアリードラゴンもなんか炎入ってきそうだしな。まあ、とりあえず行こう。9結構食らう。でもなんか戦えない相手じゃないな。ドルまで33たるし、よし倒した。13か。でも戦闘終わって全回復するってことを考えれば、あー命中率減少。しかしドルマの力があれば真空切り6、弱。いや全然戦えるぞこれ。スライム何してたっけ。攻撃してたっけ。メラ取られてたっけ。攻撃だな。メラを見た感じがしないもん。そろそろ回復してほしいけど。あ、メラいった。6、弱い。でもまあ1回戦でこれだったらちょっと2回戦3回戦はきつそうだな。武闘家か。一番右のやつなんだ。それでは続いて第2試合ゴーファイ。腐った死体ディリパッドをドロヌーバー闇縛り。ドルマは効かなそうだな。14、まあまあまあか。スカラ、何ちょっと厄介だな。あいつドルマ効かなそうだからスカラ唱えられると攻撃があんまり通らなそう。そしてやはり結構強いな敵は。ドルマ来た。6、帰還。ドルマ返し、よし。ドロヌーバーは始末した。これガンガン行こうぜになってるからスライムこのヒットポイントでホイミ唱えるか。よし、リリパッドも倒した。メーラ唱えてんな。ガンガン行き過ぎたらマヒャド斬り押し切るか。腐った死体は確かにちょっと強そう。ちょっと待ってね。スラリン、命を大事にしよう。ちょっとこれで回復させよう一回。ドルマ腐った死体はまああんまり効かないよな。よし倒した。ゼロ、29。メラ攻撃がまあ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 か。あ、もう闇縛りのスカラ溶けてたか。ちょっとマークとかあんまり見てなかったけど。あ、3体か。その代わり真ん中のやつが強そうだな。最終戦
勝利の女神はどちらのマスターに微笑むのか。それではラスト第3試合ゴーファイ。同じ種族でも体の大きさ SL、 なるほど、 L サイズね。あ、サイズだったのか、 S とか書いてあったの。なるほどなるほど。17、あ、2回攻撃か。しかも火の息とか3回攻撃してるんだけど、マジですか。強い、やられる。うちのドルマン、まず数を減らしてほしいな。プリズニャンから毒の息、いやー毒になった、全員になったわ。シャドウ、うわー死ぬ。毒、攻撃するたびに毒か。ドルマン28、あれこれってアイテム使えるんだっけ。あ、使えねー、道具は使えないか。いや火の息厄介だなマジで。1やられた、一角ふさぎやられた、泥人形もやられる。やられた。ドルまでこれ倒せないと。一応倒したけど、こいつ強いな、 L サイズ強い。やっぱりだ、3回攻撃はね。マホトーン危ねえ、まあ、危ねえって言ってももう死ぬけどさ、死んだ、毒で死んだわ。ちょっとこれ攻撃しないと話にならん。まあもう無理なんだけどさ、ガンガン逃げ、あ、ちょっと待って待って待って、逃げない、最後まで戦う。毒攻撃とかもしてくんのかよ。結局回復して終わるな。15、毒の息、メーラほい。痛い、回復は追いついてない。ヒノキ12クラブ系10、終わった。さすがに決勝は強かったな。というわけでちょっと平原で鍛えますか。新しいモンスターとかいれば仲間にしたいけどね。モコモコくんがいるのはパーラット、まあ一応取られてないからやっとこう。 100% よし、レベルアップ。うん、ちょっと伸びがあんまり良くないな。レベルが上がってくるとやっぱそうなるか。花巻ドラゴン、こいつら回収しよう。今だ。あ、 100% だ。そんなに強くないのかな。共に行くぞ。なんか炎とか吹いてくれればいいんだけどな、全体攻撃。ナスビと変えるか。一応スキルのあれを見とこう。光の心、あと切り株お化けか。あ、ちょっと待って、オート戦闘になったままだった。でも基本なんか一撃だからな。いや一撃で倒せない、攻撃だったら。ドラキーレベルアップ。切り株お化け、これも100いきそうだな。よし、どうする、入れとく。なんかこれといってな、よしこいつだっていうのがいないからな。プチアノンよりはいっか、こいつにしとこう。お、こいつは羽スライム、一応今だ、スカウトしとこう。まあまあまあ、ちょっとスカウトばっかしててレベルが
でもなんかスライム系はなんとなくやっぱ入れときたいよね。つむじ風か、どうしようかな。アントベア力持ち、攻撃力高そうだな。巨漢ナチュラル、ちょっとアントベアと交代しよう。だこれでスキルを見るんだよ。ちょっと待って、なんかプレステ5慣れちゃってるからバツボタン押しちゃうんだよね。花巻ドラゴン、あ、ギラあるじゃん。ほらほらほら、いいよ。ベギラマまで覚えるし、最終的には。ちょっとこいつ今のところ鍛えていこう。マダンチョって何マダンテの微妙バージョン4分の1か。光属性なんてあるんだ。羽スライム、つむじ風、あ、炎ガード、あ、バギ持ってんじゃん。かまいたち、フバーハ逆風、いや、なんか結構いいな。バギまで覚えられれば、バーハ1人か。かまいたち1体、風属性とか属性が結構増えてんね。真空波、なるほど。大鶏、巨漢、スライム叩き、アンカーナックル、あ、最後にすることで強くなる。地響き、敵全体か。弱体化ガード、切り株お化け、ナチュラル、ホイミ、ミラクルソードがあんじゃん。でもあれだね、ベホイミまでは覚えないんだ。キアリー、確かにな、あいつ毒使ってきたからな。しかもキアリー全体になってるのはいいな。ラリフを覚えてるしな。賢さが高いほど成功しやすい。なるほど。ちょっと花巻ドラゴと一角ウサギを変えよう。スタンバイモンスター、一角ウサギと、ちょっと待って、入れ替えで花巻ドラゴと一角ウサギ、ちょっと待って待って待って、これで決定。じゃあこれでいきます。あれ、こいつはスカウトできるかな。イバラドラゴンだよね。そう、あー 39.7 か。失敗、機嫌が悪くなった。まあいい、経験値の糧になってもらおう。ドールマン、あ、でも26とかで倒せんのか。花巻ドラゴン対花巻ドラゴン、くじける心って何。ヒットポイントゼロになっても耐えるってやつかな。経験値そんな持ってねえし。泥人形のレベルが上がった。スキルポイント、お、コドラがいるじゃないか。いきなりピオラ、何そんなもん持ってんのか。スカートしよう。今だ、あ、全然いけるわ。88、茨のドラゴンよりいけんな。よし、でコドラちゃんは何持ってるんだ。幻影ガード、防御系か。なんかいいや、炎とか入ってくれるんだったらよかったけど、さっき茨ドラゴンも見かけたんだけどな。ちょっとだいぶ奥まで来たんで少し敵が変わってきたかな。ここ登れんな。なんかそろそろ秋になっちゃいそう。あのアイテムだけ回収するか。モンスターの糞ってこれ倒そう。先生、ギラ、お、いいね。まあまあの経験値も持ってるしね。スキルポイント6、花巻ドラゴンくん。お、腐った肉とか腐った死体とかが喜ぶのかな。モーモンがいる。まあ新しいやつなんでだいぶ強くなったなうちら。ここら辺の敵はもうみんな基本雑魚だな。挑戦する。そんなわけで俺は強くなった。 F クラス、
いけるだろう。よし。まあこのままオート戦闘でいいでしょう。キラで一掃するかな。不思議な踊り。ギラちょっと遅いなこいつ、素早さは。あと1回ずつ攻撃すれば倒せると思ったけど、意外にスライムツリーが強かったな。何思ってたよりは強い。ギラの火力がそこまで出てないな。まあまあまあでもって感じかな。それでは続いて第2試合。ここも4体、まあ、スライムが何気にメラ覚えてるし、ドルマが強いのがやっぱりいいな。マヒャドヒント、そしてリリパッドのスカラは、え、ジバリアって何、魔法、いや分かんねえ、なんか別に普通だったんだけど、なんかすげえ食らったターンの最後に。ドルマは強い。しかしあとはこっちの攻撃だ。ギラいいね。バースト3ラウンドの間バースト状態になることがある。能力が上がり行動回数も1回増える。しかし終わりだ。それではラスト第3試合いくぜ。やっぱり真ん中が厄介だよな。全力で行くしかないんだけどさ。メラ17、火の息強い。削れ、まあまあまあか。痛い。あー毒きた。毒意外に厄介だからな。やはりキアリー要因を入れとくべきか。シャドウ、うお、やられた。やばい、ドラキーやられたらきついぞ。スライム火の息17。いや強い、こいつが本当に強い。キラノが強いの、攻撃するより毒の息はダメージ自体は入らないから、まあまあまあ、これで毒で死んだな。痛い。おお、ギリギリ強かった。さすが決勝戦。やっぱりまあギラは役だったな。魔物の餌しょぼすぎる。あなたなら S クラス優勝も夢じゃないかもね。これからも期待してるわ。帰ろう。魔界に行けるようになったらしい。というわけで魔界に来たけど、これ魔界編もできんのかな。なんか区切りとしてはもうこれで良さそうな気はするけど、なんか道具屋とかができてんだけど。じゃあ銀行か。300円しかないかな。じゃあちょっと外へあれとこう。え、どっから出んのこれ。こっからか。
覇王城の魔界初級。じゃあというわけで、お前に骸骨戦士が見える、欲しい。次回は、魔界編やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。